い、ごきげんよう、みつけまです。今日からゴーストトリックやっていきたいと思います。逆転裁判シリーズを全部やってきたエマちゃんなんだけど、ゴーストトリックね、やったことなくて、同じ脚本作者さんだよね。なんでずっと気になってたので、今日からやっていきたいと思います。それじゃあ初めからいきましょう。第1章 PM7 時2分。しばらく気を失っていたようだ。意識がはっきりしない。闇の中を泳ぐような感覚。誰？気がついたら女が立っていた。知らない女だ、多分。すっげえ顔白い。そしてその横に男が一人、銃を持っていた。やはり知らない男だ、多分。え、女が撃たれるのを黙って見ているのは主義に反する。しかし私にはどうしても助けに行けない事情があった。何？え、これ死んでんの？私は一足先に死んでいた。主人公死んどる。これが私、それは間違いない。なんといってもこの場で死んでいるのは私だけなのだから。なんでこの人狙われてんの？あばよ。彼女には気の毒だが、私にはもうどうしようもない。なんといってもこうして死んでいるわけだし。そう思ったその瞬間。のんびり死んでいる場合ではございません。誰？あの方を救えるのはあなた様だけでございます。誰なの？何これ？なんだこれは。世界が変わった。ようこそ死者の世界へ。誰だ？頭の中に声が。ご挨拶は後回し。今あの方を助けるのです。あなた様の力を使えばきっとできるはず。力？なんだって？私が彼女を助ける。あなた様の亡骸をご覧ください。オーラが出てるけど。青く燃える炎、それがあなたに宿る魂。そしてその隣で白く輝いてるのがコア。コア？コアだって？こいつは遮断器か。とにかくやってみましょう。まずあなた様の魂を十字で動かしてください。おい、この範囲でしか行けないの？これそうか。おめでとうございます。これであなた様は遮断器に取り付きました。この私が遮断器に？それではその遮断器で彼女を助けるとしましょうか。なんだって？一体どうやって？これから再び時が動き出します。その瞬間、男は引き金を引く、女は死ぬでしょう。そうなる前にあなた様の力を使うのです。待ってくれ、まだ心の準備が。クックック。心など準備のできるものではございませんよ。死んでるしな。それでは時の流れが戻ります。あ、戻った。あ、やばい、撃たれる。待って、ほら、うわ、いいぞ、逃げろ。あ、止まれ。全然助けてないけど。これお見事でございます。なんだ今のは。それこそがあなた様の力なのでございます。この私が遮断器を操った？死者の力を使うにはあなた様がなさった通り、A を押せばよいのです。これであの方の運命は変わった。極めて地味に。相変わらず銃を向け入れているようだがな。そこが辛いところでございますね。しかしこれでお分かりですね。力の何たるかを。取り付く、そして操るだな。それでは次の手を打つとしましょうか。さあ、次なるコアに取り付くのです。これ何？あ、届かないや。届かないです。これか、ギター。なるほど、ギターでございますか。なるほどと言われても困る。私としては隣の巨大な鉄球でも操って一気に型をつけたいところだが、あまり距離のあるコアには取り付けないようだ。それではそのギターで何ができるか、時を戻して確かめてみましょうか。おお。では改めて。おお、待て、誰だ？蜂の巣になった一瞬で。散弾銃なの？
遅いよこの人。びっくりするほど逃げ足の遅い女だ。それではさらに次の手を打つとしよう。何がね、ここから取り付くことのできそうなコアは私自身しかないか。彼女を助けるためだ。好き嫌いしてる場合じゃないな。その心がけ、美しいの一言ではございますが、なんだ、物を操ることができるのならば私自身の亡骸でも同じことができるのだろう。そうでございますね。やってみるのが早いでしょう。あなたの亡骸に取り付くをお願いいたします。はい、よろしい。それでは時を戻します。さあ早速絵をどうぞ。はい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 、おい動け。どういうことだ、何も起こらない。その通り、残念でございますが、操ることができるものは物だけなのです。たとえ命が尽きようとも亡骸は物ではない。なんと。しかし彼女はどうなっている。そうですね、見てみることにしましょうか。あたりを見るときは画面を移動します。移動？簡単なことでございます。やってみましょう。お十字で動かせるみたい。こんなん鉄球ついちゃうんだな。あ、どうなるこれ。よろしいですかな。あたりを見ると、あ、ごめんなさい、遅いって。よいしょ。はい、では最後に一つ謎かけを聞かせてやろう。君の寿命の残り秒数とかけて俺の視力と解く。その心は。どちらも 0.3 だ。目が悪い。死んだ、撃たれた。あ、そんな目悪くて銃撃てんの。あ、誰、ボス、ボスじゃない？邪魔だ。おい、仏さんになんてことすんだ。ボス的な人に依頼されて、この女の子を殺したみたいな感じなのかな。どういう関係なんだろう、この人たち。片付きました。すぐ戻ります。主人公はどういう立ち位置なんだろうね。なんだ？挨拶されたのか？お辞儀？どうやら私は彼女の運命を変えることができなかった。私の力、一体何だったのか。そう思ったその時。何？あ？あ！ピクサー！ピクサーじゃないか、お前。こんばんは、ご気分はいかがですかな。いやはや、とんだ災難でございましたね。おや、綺麗に虫ですか。冷たくなるにはちと早すぎますな。あんただったのか、私に語りかけていたのは。あ、脳内に直接語りかけてた人、ピクサーだったのか。語りかけたというのは正確ではありませんが、死者に言葉はございません。考えたことがそのまま伝わります。へえ、それもまた死者の力ということなのでございましょう。え、じゃあこの人も死んでるってこと？まあその力もあまり意味はなかったようだが。死んじゃったね。結局彼女を助けることはできなかった。さようでございますな、今のところは。今のところ？どういうこと？死者の力についてまだ伝えたいことがございます。あんた一体何者なんだ。その質問を答える前にあの方をお助けいたしましょう。え、もう死んじゃってんじゃないの。この人もじゃあ死者の会話できんじゃないの。裏若き乙女がゴミの中に転がっているのも寂しいでしょ。彼女を助けるだと、もう死んでいるのに。さあ死者のレッスンはこれからでございます。まずはこの私に取り付いていただきましょうか。え、あんたに取り付く？その時に次の力についてお話しいたしましょう。おう、取り付くか。じゃあはっきり言って私には彼女を助ける理由などまるでない。そもそも知らない女だ。しかし私はこの電気スタンドの誘いに乗ることにした。その理由は2つ。
女をゴミの中に転がしておくというのは主義に反するというのが一つ。もう一つはこれ以上、私には失うものが何もないからだろう。主義ってちょいちょい出てくるけど。何なんだ。取り付く。お。ノリノリなんですけど。これで、こう移動して、周りを見渡して、X で、取り付くになるのかな?たった今、あなた様が押した吹き出しは、あなた様のご自身の独り言でございます。え?違うの ?X で取り付くわけじゃなかった。独り言。死者には言葉が存在しないという。考えていることがそのまま伝わってしまう。それがこの吹き出しというわけか。その通りでございます。ご自分の独り言、ご注意なさいますよう。ああ、わかった。何かのヒントになるかもしれないな。さて、取り付くには死者の世界へ入らなければなりません。あ、さっきの赤いやつか。L がその入り口になりますので、ご自分でお試しになることをお勧めします。L、押してみるか。じゃあやってみるか。相変わらず死体を動かすね。L。お、いろいろ動かせるぞ。あ、こうやって、移動するんだ。ところで画面の中央をご覧いただけますかな?画面の中央?あなた様が取り付いているもので何ができるか、いつでも確認できるようになっておりますので。今の場合ならば、開くというわけか。ちなみに取り付いたものを操るためには、元の世界、聖者の世界に戻る必要があります。そうだったな。B がその出口になりますので、私ともどもよろしくお願いいたします。何の挨拶だ?なるほどね。ちょっと、じゃあ戻って、お、開いた開いた。これで、いけるんじゃない?よし。おや、妙だな。どうかいたしましたかな?あれ、なんか、色が違うぞ。青くない。水色じゃない。私の亡骸と彼女の亡骸、決定的に違うようだが。私の亡骸からは何かが漏れ出している。そうだね。それは、あなたが特別である証拠でございましょう。特別?力は死者の誰もが持っているわけではないのです。あ、そうなの?この光こそが死者の力というわけか。とにかく。合格でございます。そいつはよかった。何がもらえるのかな?それはもちろん、新しい力でございます。お、やった。新しい。あなた様は物に取り付くと、それを操ることができます。では、亡骸に取り付くと、一体何ができるのでしょう?え?できないんじゃないの?自分の亡骸はダメなの?それならばさっきやったはずだ。何も起こらなかった。ねえ。さよ、亡骸を操ることはできないようです。しかし実は、別のことならばできるのでございますよ。別のこと?何?さあ、お確かめください。ご自分の目で。ほう、やってみるか。取り付く。はい。なにこれ?え?これは?え、この女の子の魂?あんた聞こえるか?おい、一体どういうことだ?そうでございますね。どうやら、気絶されているようで、お気の毒に死んでるのに?気絶だと、すでに死んでるのにか?思い出してください。あなた様が亡くなったとき、あなた様自身もそうだったはずでございます。まあ、確かに記憶が曖昧だったかな。私自身。確かに。私は気がついていたらすでに死んでいた。この方はそっとしておきましょう。その間にさっさとお助けしてしまえばよろしい。簡単に言うが、一体どうするんだ?簡単なことでございます。亡骸に死者の力を使うと、
そのものの死より4分前の世界に戻ることができるのです。あ、だからさっき戻してくれたの、この人の死んだ時戻してくれたんだ。なんだって4分前。さようでございますとは申して、申しましても、死後1日以上が過ぎてしまった古き亡骸は無理ですが、彼女はそう、まだ湯気が立っている状態。試してみる価値はあります、冷めないうちに。バカだ、どうしてそんなことが。何しろ死者の力ですから、理屈など意味がございません。それでは参りましょうか。この方が殺害されるその4分前の世界へ。いやいや待ってくれ、まだ心の準備が。クックック出た。これ心など準備のできるものではございませんよ。出た、戻ろう。過去に戻る。おー、死より4分前。そして私は過去を目撃した。消えてしまった物語としてではなく、生きている現実として、彼女の最後の4分間を。その死より4分前。しっかりして。何があったの。なんてことなの、もう死んでる。先に、ずいぶん前に死んでたんだな、多分。誰？これでさっきの状況か。なんで狙われてんだ。俺の名刺はこの黄金の相棒だぜ。あなたがやったのね。今は犯人探しより自分のことを考えた方がいいぜ。殺し屋ってわけかしら。どうして私を。この国にアシュタールの痕跡を残すわけにはいかないそうだ。何アシュタールって。アシュタール、何のこと。さあな、俺は与えられた仕事をこなすだけだ。とにかくこれであんたはもう死から逃れることはできない。そう、あのやけに意味ありげな鉄球でも落ちてこない限りは。あ、落とせってことだ。これあなた一体何者なの。そう、あんたは俺を知らない、俺もあんたを知らない。それが俺のビジネスでね。あばよ。あ、これで遮断機が上がり、ワイが鳴らしで撃たれると。ショットガン、暗殺者にしては派手で大雑把な武器ね。目悪いからじゃない、やっぱり。完璧主義と呼んでいただきたい。目悪いから散弾銃みたいなやつじゃないと当たんないんじゃない。このドキンガンのジーゴ、狙った獲物は逃がさない。ほら、エマちゃんと同じぐらいしか視力ないもん。とりあえずメガネを買った方が良さそう。最後に一つ謎かけを聞かせてやろう。君の寿命の残り秒数とかけて俺の視力と解く。その心は 0.3 だ。バー、はい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 、こういう経緯があったと。以上が彼女の死の4分前に起こった出来事です。なんということだ。いや、なかなか面白いございましたね。運命にもてあそばれる女と、あなた様にもてあそばれる男。しかし彼女はまた死んでしまった。それを変えるのでございます。そう、死者の力で。4分前あなた自身がやった通りに、取り付く、そして操るというわけか。あなた様はこの4分間を何度でも繰り返すことができる。へえ、何回もできんだ。心の準備はよろしいですね。そんなもの、もうどうでも。わかった、行こう。準備できないから、心は。よっしゃ。これで、助けると、どうにかして。あ、今、わい、ここにいいのね。ここは4分前の過去か。それはいいのだが、一体なぜ私はこんなところに。それは致し方ありません。この世界、過去の入り口はあの方の亡骸でした。だから始まりの場所は亡骸のあった位置に。ほう、なるほど、つまりここというわけか。さあどうぞ。じゃあ取り付いて移動しましょう。ほい、戻って、ほいさ。死までの時間はあとたった4分。
とにかく彼女のところへお急ぎになることです。こうしてる間にも。あ、進んでいる。誰？あ、やばいやばい。時間経過。命は秒刻みに減っているのでございます。とにかく彼女のもとへ。そういうことだな。そういうことでございます。画面の右側をご覧ください。砂時計があるね。画面の右側、その砂時計の砂こそが命の残り時間です。すべての砂が落ちる前に彼女のもとへ急ぐのです。 OK、 さあどうぞ。取り付いてる間は時間は動かないんだな。お、転がる。ほら、よしで移動。はいはい、戻って開いて、あ、なんか出てきた。なにこれ。ちゃ、あ、やばい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 、撃たれる撃たれる。殺し屋ってわけかしら。どうして私を。あ、やばい、アシタールの話してる。アシタールって何なんだ。あ、怪我した。まずいな、死が近づいている。急げ急げ。うっ、あ、閉じて閉じて、こっち行って、よいしょよいしょ。あ、上に行けないか。また扇風機つけるか。なんか意味あんの。あ、旗が、こうして、あ、こうして、俺はどうしたらいいんだこれ。戻る。え、これ何、こっちじゃないのかしら。ミクさんは、え、何も意味ない。どうすんだこれ。旗だって何もできないよ。お、あれ違うんか。戻って、いける。やばい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 、時間が。あ、しまった。赤い旗に取り付くことができれば上に行けたのだが、死者の力は使うタイミングも重要なのです。タイミング。 A や L や A はいつでも押せます。物を操っている最中も L にご注目を。あ、そうなんだ。ミキサーと扇風機を同時に動かしたその直後、旗に移動するタイミングがあるはずでございます。どうかお見逃しなきよう。あ、すいません、エマちゃんが。こんな画面ぐるぐるしてる間に。じゃあ、一回、ミキサーをつけて、よいしょ、よいしょ。扇風機をつけて、で、この間に、移動して、こういうことか。こういうことだ。いけたいけた。あばよ、あと一歩だ。間に合ってくれ、間に合え。やばいやばい、時間が。よし、自転車まで行けた。間に合った。え、あ、遮断機開いて、ギターがかき鳴らされます。よし、進んだぞ。さあ、今こそ運命を変えるのです。残された時間はわずか数秒間の勝負になる。行くぞ。え、これさ、鳴らせんのかな。ほら、鳴らせ鳴らせ。よし、くそ、どうしたことだ。このドキンガンのジーゴがお得意の至近距離でしくじるとは。おお、変わったんじゃない？どうやら間に合ったようでございますね。ギリギリで。危ねえ。あ、彼女はまだ生きている。この瞬間、希望が生まれました。すなわち、あの方の運命はたった今、ほんの少しだけ変わったのです。でもまだ追われる身なんだよね、あの人。あ、運命更新。お、やった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 。お、どう、危ない。どうして？やばい。足が上がってる。
の人が上げてきたのかな。 G5、 おー急げ、待ってよ。こぐんじゃないこれ、こいでいけ、こげ。お、なんか独り言言ってるぞ。運命は変わったと言ってみたものの、相変わらず彼女は絶対絶命というところか。申し上げたはずです、ほんの少しだけと。やはりあの男を完全に黙らせないと。しかし残り時間はわずか、あなたの行動次第では。もちろん失敗もあり得ることでございます。悪いが失敗を考える趣味はない。もちろんそうでしょう。しかしもう一度やり直したい。もしもそう思った時は、時間切れになる前に R がおすすめです。まあもっとも時間切れから学ぶこともあるかもしれませんがね。ああ覚えておこう、忘れなかったらな。とにかく二人の後を追うんだ、急いで。 OK、 自転車ポイだ。お、なんかまだある。二人に何が起こってるか気になりますでしょ。彼らを見るには画面を移動だったな。その通りでございます。ミルコ、足なら上げておいた、もう逃げられない。そんなこと言ってる場合なのか。はしご、お、これ何、あ、レバーあるよ。これじゃない？あげよう。えい。あ、それのレバーだったの？やばいやばいやばい。死ぬぞ、お前。何か聞こえなかったか？ドキンガンすぎる。この距離で。そしたら、あれをあげるのか？はしご、開こう。よっこいしょ。オッケー。これ何？街灯、え、これ落とせるんじゃない？行くぞ。え、いいの落として、大丈夫？落とすよ。おーい、おしゃ、あ、死んだ。え、消えたんだけど。あ、生きてる、生きてはない。ぺちゃんこになってた。ギャグ漫画みたいになってた。いかがですかな、レディの命を助けた気分は。危険は去ったのだろうか。さようでございますね。見たところミスター危険はどこかに転がっていったようにございます。運命は変わった、あなた様の力によって。私はやったのか。さようでございますとも、私の目見込んだ通りあなた様はやってくれたのでございます。この人は誰なの。じゃあ、お、更新完了。こうして私は命を失い、そして一つの命を救った。死者の力って何なんだろうね。オメド、元の時間、現在に戻ってきたら雨だった。あ、そんな平行で時間は進んでるのね。現実世界は。雨に打たれた見知らぬ女、これが私の救った命。そして私が生きていた物語は今終わろうとしていた。あ、拍手。風邪ひくぞ。見知らぬ女、その一言がふと心に引っかかった。そして次の瞬間、とんでもないことに気がついた。何も思い出せない。え、嘘、記憶ないの。私は誰だ？ここはどこだ？そして何より、なぜ私は殺された？え？マジで覚えてないじゃん。え、なんで？あなた様の物語、まだ終わってはおりません。あ、あんたは？あ、私ならば、クネリとお呼びください。クネリさん。いつも電気スタンドでくねくねしておりますゆえ。くねり、本名を名乗るつもりはないようだな。お互い様でございましょう。ちなみにあなた、お名前は？記憶ないんだもんな。思い出せない。どうやら死者の記憶は混乱するようでございます。それを取り戻す者もいれば、失ったきりの者もおりますが。しかし私に言わせれば、どちらでもいいこと。いずれにせよ、私ども死者に残された道は、消滅しかないのですから。え、消えるの？消滅？夜が明けて明日の朝日が差すとき、あなた様は消滅いたします。
なんだと？え、そんな短い命なの？もう死んでるか命はないわ。え、魂が消化されてしまうの？死者の力か。なんでございますかな？その力を使ってもう一つ命を助けたい。おお、一体どなた様の命ですかな？聞くまでもないだろう。この私自身だ。はは、なるほど。しかしごく自然にこうは考えられませんかな？死者の力で自らを救う。もしそれができるのならば、私自身おめおめとくねくねしているものでしょうか。確かに。なんであんたおめおめとくねくねしている？その理由は私にもわからないのですが、どうやら我々は自らの亡骸に力を使うことはできないのです。そんな、この人が使ってくれりゃええやん。あなた様がこの世界に存在できるのは明日の朝まで。残念ですが、その事実は動かないのでございます。やはり私自身の死は避けることはできないのか。そんな、明日の朝消滅する。その結末を避けることは不可能。そういうことらしい。しかしたとえそうであっても、私はどうしても知りたかった。それは失われてしまった私自身の物語だ。死で終わる運命の物語。それを知るまでは。死んでも死にきれないというやつですかな。おい、入ってくんな独り言に。よろしい、あなた様のお考えはよくわかりました。ご自身の死の真相を知りたい。大変結構でございます。がしかし、そうは言ってもどこから手をつけていいか見当もつかない。それはもちろんあの方ではございませんかな。あ、女の人？この人いつまでここにいるの？死の現場にいた目撃者、重要な手がかりではありませんか？確かにそうだ。それにおそらく彼女は私を知っていたと考えられる。その可能性は極めて高いでしょうな。今夜こんな場所で一体私は何をしていたのか。彼女ならばそれを知っているはずだ。そう、どうかお忘れなきよう。あの方は今夜すべての鍵を握っているのです。おお、すべての鍵？すべての？どういうことだ。いずれわかります。あなた様がすべてを思い出すその時に。この人マジで誰なの？このクネリさんは。確かに今の私は真っ白なノートのようなものだ。今夜これからの出来事すべて記録すること。そうしよう。それがよろしいでしょう。ジェットアールを押せばあなた様の記録を見ることができます。ジェットアール？我々は常に忘れゆくもの、たまに確認すると良いでしょう。関係者電話帳を更新しました。それでは幸運を祈っております。見てみるか。謎まみれの私。町の片隅で命を落とす。失われた記憶と自らの死の真相を追っている。ただ一つの手がかりはその死の目撃者である赤毛の女。これなんか絵を押せるのかな。あ、なるほどね。これで移動できるんだ。その街灯の記事というか場所に。ゴミ捨て場。私が命を奪われた現場。町外れのゴミ捨て場のような。私に力の存在を語ったクネリと私の死の手がかりになる赤毛の女と出会った。クネリさん、自称クネリ、正体は不明。私に死者の力を教えてくれた。クネクネしてますわ。狙われた赤毛、私の死の現場に居合わせた。名前、身分などは一切不明。自らも殺し屋に狙われ、一度は命を落とすものの私が死者の力で助けた。殺し屋、漆黒の狩人、自称ドキンガンのジーゴ、黄金のショットガンを持つ狙撃手。何者かの指令で私と女を狙撃したようだ。不幸な現場ですでに退場。不幸な事故ね。不幸な事故だったな、あれは。うん、こんなもんかな。ほい、じゃあ移動していくか。女の子のとこ行こう。移動したいぞ。こいでこいで。変わらん。
とにかく彼女から目を離してはいけない。そしてもう一つ、女を雨の中でくしゃみさせておくのは私の主義に反する。彼女のそばに行ってみるとしようか。紳士だなこの人、なんかやることが。アームは何もできない。あ、自転車動かせんの。よいしょよいしょ、またくしゃみしてる。これで傘開いてあげよう。はいさ。これを使うのだ。一体何が起こったの？一人でにクレーンが動いて、一人でに大きな鉄球が落ちて、一人でに傘が雨が降ったと思ったら、一人でに雨は降るのだよ。一人でに傘が降ってきて、まさかこれって私の超能力がこの後に及んで目覚めたとか。すごいポジティブ。使ってくれメス。よしよし、これで一応接触はできたな彼女と。どこ行くんだ。あ、なに黒猫ちゃん、かわいいじゃん。ぬっこ、え、ワイの死体に、なになに、なんだ本当に、一体どうなってるの。お、なに手紙、これメモかな。お、なんか言ってる。あのメモ気になるな。私め、何を書いた何書いたの。お買い物メモではないことを祈っております。私もだ。調べてみよう。取り付けばいいのかな。メモ調べる。このメモをこの私が書いたのか。どうやら書いた記憶がないというわけですからな。確かに書いた記憶はない。それより気になるのは。あ、電話来た。さっきのやつじゃない？ボス。出ちゃダメじゃないこれ。あ、出ちゃダメだよ。結局あのメモ読めなかったな。ところで、あなた様にはお分かりになりますかな？この電話が一体どこからかかってきたか。どういうことだ？そんなの分かるわけが。思い出していただきたい。この電話実は、あの方の運命が変わる前にもかかってきていたのです。あ、そうだよ、任務完了の報告してたじゃない。片付きました。すぐ戻ります。あの時のさようでございます。つまりたった今、電話線の向こうにいるのでございますよ。あなた様の殺害を命じた人物、まさに犯人様が。なんだって。やばい、切らせろ電話。電話に取り付くことをお勧めします。そこで最後にもう一つ、死者の力についてお話しいたしましょう。急げ急げ、やばいやばい。電話。そして私は電話線越しに目撃したのだった。この私の殺害を命じた人物、つまり犯人の姿を。え、電話越しに見れるの、すごい。誰？顔青すぎ。なんこの世界の人、顔青いの？悪い人は。始末したか？どうした？あの女はどうなった？あなた一体誰なの？失礼お嬢さん、番号を間違えたようだ。きっと。めっちゃ自分の写真飾ってやる。番号入手。あれが私の命を奪った犯人。さよう、いかがですかな？会ってみたいと思いませんか？聞くまでもないだろう。それではよろしいですかな？我々死者は命なき者に取り付き存在します。しかし、一つだけこの場所から移動する方法があるのでございます。え、なんだって？電話線でつながった二つのポイント。死者はそれを飛び越えることができるのでございます。死者すげー！そんなことが。さあ、私にできるお手伝いはここまで。
この先はあなた様ご自身の目で確かめることでございます。あんたは一緒に来ないのか。残念ながら私の力はすでに消えかかっているのです。え、クネリさん、もういなくなっちゃうの。今夜私は最後の力を振り絞ってここへ来ました。あなた様に一つお願いをするために。私に。今夜この町では何かが起こっている。おう、あなた様ならば、いや、あなた様だけがその真の姿を知ることができるのでございます。死者の力を使ってそれを探っていただきたい。あんたには感謝している。しかし約束はできない。なんで？タイムリミットは明日の朝。あまりにも時間がない。私は私自身の謎を、その真実を知りたいだけなのだ。それで十分でございます。え？あれ、こう繋がってんの？それはいずれにせよ同じことなのですから。同じこと？どうやらこの電気スタンド伊達にくねくねしているわけではないようだな。さて、先ほどの通話で犯人様の電話番号を手に入れました。それではあとはあなた様次第でございます。え、なに？ゴミ捨て場。あ、これさっきの？行きますか。すげえ。これ全国の電話線だ。つながった。こうして私の魂をめぐる一夜限りの物語は始まった。明日の朝消滅する。思いがけないことに今では私はそれを冷静に受け止めていた。夜が明けるまでに必ず答えを探し出す。私はなぜ殺されたのか。そして今夜この街で一体何が起こっているのか。わ、何？イラスト集め。新しいイラストを獲得しました。これありがとうございます。なんかコレクションがあるのかな、これ。はい、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。